は、旧幕府軍として、まあ、新選組のこう3人の中で、まあ、特に土方と、僕の斎藤一がこうどんどん成長していく姿っていうのが僕の中ではとても、まあ、お気に入りのシーンというかこの舞台を通じて、まあ、見どころかなと思いつつ、お気に入りのシーンは、桐野の歌ですね。そこから、始まるこうなんとも愛らしい儚いワンシーンが僕はとても好きです、はい、僕もお気に入りで言うと桐野の歌もちょっとやっぱり捨てがたいんですけれどもエドワールド・スネル役の藤田玲君が、とあるシーンでとあることがあるんですけど、そのシーンがまあかっこよくて色っぽくてなんですけれども、ちょっとこれ以上言っちゃうとネタバレになっちゃうので、とにかく藤田玲のとあるところがとあるとあると二幕ですね。二幕ですね。がすごい僕はお気に入りというかかっけえなとかいいなって思っちゃいますね。はい、素敵だなって。はい、僕はそうですね、僕自身のキャラクターで言うと政府軍の3人の関係性、特に僕の桐野と軌道の関係性が後半にどういう感じになっていくのか、そして一番お気に入りのシーンはやっぱり西郷さんとある男の刀で語り合う一騎打ち、すごい熱く演出されてますので皆さんお楽しみに。はい、僕だけを見ててください。僕が出てるシーンは全部お気に入りのシーンでございます。まあ、というのはちょっとまあさておいて、お気に入りのシーンはですね、まあ、歌劇ではあるんですけど、まあ、幕府、明治政府の戦うところですね、新政府軍のやっぱ時代が移り変わるお話なので、そこにどう移り変わるかの男たちが魂をかけてる、戦ってる、命をかけてる姿を見ていただけたらなっていうふうに思います。まあ、恋愛シミュレーションゲームっていうところを、原作として扱いながらも恋愛要素自体を前日談として扱っているわけではないのですけれど、お客様とせっかく舞台なので双方向性の芸術だと思っているので、まあ、お客様が恋をしていただく瞬間っていうところをたくさん作りたいなと思いまして、どのシーンでも必ず群像劇の形になってますので、誰かが、このシーンではこの人が主役と思ったらこの人が主役に入れ替わだったり、その見せ場っていうものも歌だったり盾だったり芝居だったり、さまざまなその種類を用いて彼らのその登場人物たちの魅力っていうところをみんなが十二分に表現してくれているので、お好きなタイプをお選びいただき、お好きなシーンを気に入っていただければなというふうに思っております。稽古場では僕もキュンキュンしながら演奏させていただいておりました。幕末の時代ということで、まあ、熱い戦いだったりとか中には怖いシーンだったりとかもたくさんあると思うんですけれども、皆アンサンブルまで含めて魅力的な人物像に皆なっていると思いますので、そこの中からお気に入りを見せていただければなと思っております。ストーリー全体箱をしてもらう、こんなこと言ってたんだな、ストーリー全体として楽しんでいただきたいなと思っていますので、ゲーム本編を、楽しんで、なんていうのかな、少し違った再現ストーリーエピソード0のような形になると思うんですけれども、必ずそちらもその方々も含めて楽しめる作品になっていると思いますので、どうぞご期待ください。よろしくお願いいたします。明治のお話なんですけど、影ということで、そして前日短ということで、エピソード0ですね、のスタートの部分なので、本編ではないスタートでしか見られない関係性だったり、過去だったり現在だったりいろいろな見方があるので、その辺を注目してみていただけたらなって思いますし、今後はこの作品を愛する上でゼロの部分を知っておくと、多分今の気持ちが 1.5 倍2倍に膨らがって、今のお話をもっと好きになれると思うので、ぜひ過去のお話注目してみていただけたらなというふうに思います。よろしくお願いします。そうですね、前日談ということで、原作よりもその関係性っていうのが結構違う、その原作より違う形になってるんですけど、そういう部分も含めてどういう感じになんかその次につながっていくのかっていうちょっとワクワク感も僕たち自身も楽しんでいますし、それに
加えて歌劇ということで、もう歌もすごい迫力で楽しお楽しみいただけると思うので、皆さんぜひ全部含めて楽しんでいただければと思います。本当にどのキャラクターも魅力的で、どのシーンも目が離せないんじゃないかなって個人的には思ってます。でその中での関係性、一つ一つ細かいことから大きいところまで、みんな一丸となって作り上げてきたものだと思います。で、まあ、僕たちがね、こうやって今こうしていられるのも、裏で支えてくださってるスタッフの方々、まあ、細田さんはじめ皆さんが多分支えてくださったから今があるんだなと思いますし、とにかく怪我なく全公演無事にできますように頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。まず歌劇ということで、まあ、みんな言ってますけども、本当に今回のキャストは、まあすごく簡単な言葉で言ってしまいますけど、すごいんですね。保坂さんが以前ちょっとね、SNS で言われてましたけど、歌ですごすぎて笑ってしまうっていう、こういうことなのかっていうのを僕も稽古場から、肌を持って感じたのがあるので、皆さんもその迫力に負けずにしっかり見ていただいて、そこから、まあ、いろんな武士たちのこうそれぞれの、思いというか、まあ、一つ何か成し遂げたいという気持ちで命を懸けて戦っている熱い姿を、皆さんに見ていただきたいなと思っております。はい、お前と共に戦ってこれたこと誇りに思う。あの時の自分の選択は正しかったのか、他に道はなかったのか、全て思い出して、それから未来の自分を思い描くんだよ。変わりゆくこの時代の中で、どんな自分になっていきたいのか、どんな世界を望むのか。これまで重ねてきた戦い、この国を存続させる。今戦うのはこれまでの歴史を正当化するため。朝廷は我ら新政府軍こそが官軍であり、旧幕府軍はそれに敵対する属軍であるとし召されたのだ。武士とは何か知るためには、影に潜み子供を見守る。この国がどうなっていくか、武士を知ることで見極めたい。生きながらの王者、そんな彼らにこそふさわしい。あの人のために戦う、それだけが俺の命の使い道で、俺の正義が。これは幕開けに過ぎない、心根を修羅に、自己の国の未来を我教えたはずだ。2回目でも近藤さんはかっこいいです。よし、新選組は俺たちが始めた夢だ。最後まで共に夢を。